はいいお願いします、はいうんまあ、僕個人の考え方として、はいあのー、さっきの話まとめておきますね、はい、YouTube は毎日投稿か極端に言ったら週1投稿か 1>、はい、週1回の投稿かっていうねまあいえば量か質か質っていう問題ですよね、はい、で僕はあのー、カウンセラーしててすべ、あのー、てのことが量が優先だっていうふうに考えてるんですよ。はい 量を優先させ。ないと質をいその質を上げるというのは非常に難しい。わ、うん、かりますよね。うん、うん。だから、あの毎日投稿の方がいいだろう。なぜかというと、たくさんのものとか、毎日投稿してるっていう、その努力というものに関して。うん、その質がほぼ同じであれば。はい あの人間はその毎日投稿している人に心動かされる生き物ですよねそこがやっぱり一番大きいですねうんで人の心を動かすほどの質を追求するのっていうのは並大抵のことじゃないっていうことですよほどのそのよそにない情報そしてその情報がそうですね お金儲けに変わるぐらいの情報じゃないとあの YouTube の視聴者さんは質というふうにはあのなかなか認めないんじゃないかなって思うのが、うん、僕が YouTube を、まあ、自分なりに研究して思うことですね。価値ではだめですよね普通の。<laughs> お金儲けにつながるようなことぐらいじゃないと人は価値があるものだっていうふうにはあんまり思わないですよね。でそれに匹敵するものが娯楽性ですよね。娯楽性面白いそれとかドッキリ。まあテレビの代わりっていうことですよね。 また別のジャンルになるんで、うんはい、まあそこはあまり追及しない方がいいんじゃないかなって思いますね。はい。うん。で、まあ情報の収集に関してはちょっと話そうかなと思ったけど、うん、もう一個ね、はい、あの三国三十三章の話の相談を受けてるんで、はい、そっちの方でその情報の取り扱いについては話すことにして、はい、えっとじゃあ次の質問に移っていいですか、ね。いいですよ。あのね。うん。うあんまりもうその あの何です質問もうんです、うんうんうん、じゃあもう一回改めて <laughs>、はい、YouTube のことに関して、はい、あの僕あんまりその細かい指導って基本的にほとんどしないですから、はい、何か聞いてみたい素朴な疑問ってないですか、うん、自分の YouTube とか人の YouTube に関してでもいいですから本当にあのまあ あそれはちょっと答えませんとかいうことあるかもしれませんけど、はい、もう単純にあの常日頃、うん、思ってること、うんうん、多分その常日頃ちょっとふと思ってることが、うん、作業を遅らせてる原因なんですよ、うん、作業が遅いって言ってるんじゃなくて、うん、人間の作業を遅らせてるのは、うん、日々の疑問なんですね自分の 仲間のユーチューブ、プロのユーチューバーのユーチューブ、何でもいいですけど、ふって思ったことはないですか。何か。まあサムネのね。まあ今日も最初からまあその話してもらったんですけどね。 あのなんかねあのおしゃれにしようとか思うとあのすごくね分かりにくいなんかこうもう画面まあ写真やねんけどあの薄い文字入れたりとか案内してこっちおしゃれにしてる方で結構ねあの登録チャンネル登録数も高くっていう人がいますよね。ああれなんかだからあれでで目立つんでしょうか でまずその時に必ずその誰かの YouTube の何かを取り入れる時というのは、うん、まず一番福山さん考えなきゃいけないのは、うん、顔出しししててるのかしてないのか、うんはい、かかないわりますよね、はい、そのたまたま見たサムネは顔が写ってなかったとしてももういきなり開くともう顔が写ってたりであるとか。うんうんうん アニメーションが出てきたりであるとかアニメーションって分かりますよね漫画がしゃべってたりするんですよあれもすごい人気なんですよあのどうかししたらあの顔出すするよよりは人気なんですよねだ,からそこだから単純に比べるんじゃなくて私と環境が YouTube 環境が作成側としてね似てるのかなっていうのは必ず考えるようにしてください。 視聴者はどううななんだだろうなってて考えてくださいうん例えば今の自分のサムネイルとそれをおしゃれにするじゃあそれすごい時間かかってくるわけですよ技術的にも作業的にも。じゃあ私だったらこれがおしゃれになってるからこの人のサムネが流れてきた時に。 止めて開くかどうかっていうことを考えればいいんですよ。わかりますよね。それはどうですか。人のことはわからないんで、自分だったらどうですか。福山さんはサムネがおしゃれであればあるほど開いてみたいというその欲求のある人ですか。まあたまたまあのほら。 いろんな編集の仕方とか教えてくれてる人やったそういうのやったからねこのアプリがいいですよとか手順とかそういうの違う違う違う僕の聞いてるのはあなたはシンプルなおしゃれなだからその先生が教えてるおしゃれなサムネと普通のサムネだったら おしゃれなサムネの方を開く人ですかっていうことを聞いてるんです。それはどっちですか。あなたは気にするのはサムネの例えばサムネに書いてるその動画の内容の方が気になるんですか、それともイラストの方が気になる人なんですか。YouTube を見るときに。内容ですよね。ということはあなたはあのおしゃれにするよりも。 キャッチコピーであったり文字の使い方であったりデザインであったり色であったりそういうことを考えた方がいいんでもし YouTube 上であの教えてくれる先生を探すんであればそこを重点的に探すあの教える人が私には必要なんだなってうこういうふうに常に自分というものそして自分が作り手側そして見る側 そしてもっとよく言えば「私の視聴者さんは?うん」っていうふうに考える、うんうん、この視点をあの持つ練習をしてもらえますかね、うん、さっきの話と似てますけど、ねはい、うんいや分かりましたね、はい、かしただから僕は福山、はい、僕個人的にもじゃあアドバイスしましょうかね。福山さんのサムネイルに関しては、はいあの なんていうか内容が。こう一目でわかる。そのサムネイルを追求した方がいいんじゃないかなと思います。うん、文字で説明してる時とバーンって単語が出てきてる時と。まあ大体に 2, 2パターンか自分の体を映してる時と3パターンとか。まあそのこの前のえっと、うん。うんうん フルーツサンドイッチみたいにそれを出している時とまああるんですけどそのフルーツサンドイッチが出てる時はフルーツサンドイッチだなっていうのを僕はもっとわかりやすくしたらいいのになって思ったしあのどうせ本を紹介するんだったらもっと本を大きく写したらよかったのになと思ったしそれとか毒オットのことを言うんだったらもうその。 夫という単語は分かりにくいから「どうしようもない夫」とかそういう工夫をしてあの視聴者の心にストレートに届くように工夫をしたらよかったのになっていうのは思いましたけどで次はこれじゃなくていいですよ。 何でももっとシンプルにじゃあ今までの自分の YouTube であのあの YouTube 先生どう思いましたかっていうのを聞いて聞いてみてもいいんじゃないです一視聴者とと先生としてどう思ったのかっていう何か自分がまあまあ良かったんじゃないかなって思うものを聞いた方がいいですよ。だなって思うものは 僕はあんんまり聞かかなななくていいいじゃないかなと思うんです、うん、自分がまあまあ恥ずかしいかもしれないけどまあまあうまくいったんじゃないかなって視聴回数とか視聴時間は別としてね自分なりにまあまあの出来だなって思ったまあ例えばサムネイルでもタイトルでも動画内容ででもいいですよ何かもうあと3分ぐらいしかないですから何か1個。 ここ最近いつもと違ったことといえばえとあれじゃないですかフルーツサンドじゃないですかフルーツサンドね僕がどう思ったかっていうのはあのあんまり興味はなかったですかあのねフルーツサンドねほらローソンとかちょっと道具入れたりで。 フルーツサンドもちょっと写真がねちょっとあったんでコピーしとって載せたんやけどでもあのもう何,の何もうあこれ食べてんなっていうのがこのサムネで分かりますよねパッと見た時にあローソンでこれ買って食べたんやなっていうのがもう完全に分かるからあのちょっとあれ入れらん方が良かったかなっていうのが思ったんですよね写真を。 フルーツサンダの写真を入れない方が良かったと思った。最初のそのサムネに載せた方がああそう。ああ本当。あ,あなるほど。うんそうそういう考え方もあっていいんじゃないですかね。うん、うん、あのー、こう開けてもらおうもたらあ何食べたんかなっていうのでうん、うん、こう開けてくれるかなと、うん。ああなるほどね。先載せてしまったんでうん、うん、あれ載せらん方が良かったんかなって思いました。うんうん、先生はどう思いますか？僕はねあのあれ載せないと何の、はい、あのー まずは開かれないと思います。そうですか、逆に。だって。はい、え福山さん、あの何を根拠に開くんですか。ローソンのあのいちごクジラスタードっていうので。文字で。うん、えローソンのマークで。知っていますかね。そうですか。えどう思います。<laughs> ああああ私の考え方はちょっとあれよね。僕だったらあの一口食べたところを写真に写してそれをサムネにあげるでしょうね。あそこね。商品のままじゃなくて。うん。うん。商品噛んだ後みたいな。そう。だから両方ですね。あ両方。うん噛んだ後というよりあの切った後です。切った後ね。うん。 かりまそれともう一つ僕があ,のあれはあれでいいなと思うんだけどあの YouTube はですねあ,あの1分で言いますからねあの YouTube は福山さんがどう意識してるかは別としてあの僕の側から見たらどう見えたかというと福山さんが食べてる姿を僕が見てるという YouTube でした僕。は僕は あのフルーツサンドを主人公にしたらよかったのになって思いましたあの YouTube は食べた私が主人公だったんですよ。これ悪くというものを世の中に配信しようと思ってるんだったら正解なんですけど僕は福山さんはフルーツサンドを紹介しようと思ってたんじゃないかなって感じたんで。 だったらフルーツサンドを主役にしななきゃいけなかったですよねじゃあどこで私というものが主役というふうに先生は感じたのかというといやこれねあなたが主役だったらバッチリだったんですよそのシーンは。言ってることわかるあなたが主役であなたを自分を売ろうと思ってたらそれでもいいんですよ。 バッチリだったシーンがあって、うんはい、最初に一口目食べた時に画面に出しますよね。はい、そしてめっちゃ食べてるんですよ。わ<う>かりますよね。あれはめっちゃ食べてしまうと <laughs>、うん、食べてるあなたが主人公なんです。わか,かりますよね。うんうん、あの1個が3個ぐらい入ってたんですけど、出したら1個になる。<laughs> <個>だからあれはね、あの、ね。 ルーティーンっていうのは食べてる自分を映す動画なんですよ。あれがダメって言ってるんじゃないですよ。あの動画は中途半端だったんです自分だからまずね考えていなかったですよね。もねもうすぐローソンでね。これ覚えといてね技術的なことなんで商品を紹介しようと思ったらその食べることを目的にしてはいけません。 分かりますね、うん、やっぱりその商品そして食べた味の感想はもっと細かく言うということですね、うん、で自分を主人公にしようと思ったら、うん、あんまりゴタ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 喋っちゃいけませんおい、うん、しいでいいですだけど今度はその中途半端がダメでですすよねだかかかからどっちかにいかんかっちにいいんたなととうこ例えばもう自分をっていうんだったら演出としてはう,んうん、うわもう 食べちゃいました、写してなかったの方がいいんですよ。それぐらい美味しいんだ,だったら美味しさが伝わるでしょ。いやこれって美味しいんかどうかえあそこまでなんや。え,えどういうことみたいな感じでね。だからそれを明確にわかるようにするのがそれは嘘じゃなくて演出なんですよね。例えば サンドイッチフルーツサンドを紹介するんだったらやっぱり歯型がついてたらダメですよね。言ってることは分かりますよね。そして自分を売り込むんだったら歯型がついてないとダメなんですよ。だからあの動画は良かったです。自分を売り込む風に変えて思って作ればよかったけですが でできたんんじゃなないかと思うすもしあのほらそれサンド紹介したんやったら家持ち帰って綺麗に切ってとかそうですねとナイフも持ってないしはっきり言って2つの動画撮れたんですよね1個の商品で。自分をその紹介する動画とあの商品そのものを紹介する動画。 例えばあれ車で食べてるんだったらどっちかっていうと商品というよりは自分ですね。そそうですねのの絶好のチャンスはわかりますよね。車の中で「おいしいよ」って言ったってそのあんまり説得力もないですしうんだからこの環境はもう車やからおいしさあの 商品を紹介するのとととはちょっと違うなとう自分やなとそ、はいうん、ったらもう、うん、食べちゃいましたでもいいと思うしうん、うん、でもしこれはもう本当に美味しいから食べてほしいわって思ったんだったら車の中でで食べちゃダメですよねうん、うん、そうですね帰ってね<う>お皿にきれいなお皿にのせてちょっと切ってみたりしてそういうことそういうことそういうことだから全部それやったらだから2つ作ればいいんですようん、うん、2つ買ってきてきとかまあ、うん あれ二つ入っとったからね。一、うん、個食べて、うん、持ってか一個持って帰ってみたい。例えば全部家に帰って移すと今度はルーティーンというのがそのライブ感がなくなるわけですよ。うもうだからもう車の中で食べたルーティーンという自分の日々の状態。私 というものをあのユーチューバーっていうのはその動画だけ売ってたってダメなんですよね私自身私の人柄を売らなきゃいけないわけですから人柄を売る方法っていうのはやっぱりルーティーンが一番なわけですよでその時にはなんていうのかなやっぱりルその全部家に帰ってその商品紹介みたいにルーティーンもなってしまったらダメなんですよもうその時は商品紹介諦めたり 次後日買った時に「この前は私の食べてる風景だったんですけど私,この,私の日常を紹介したんですけど」って言うんですね「私の食べてるところって「あなたの食べてるとこ何で見なあかんねん」というか私の日常を紹介したんですけど今回はねフルーツサンドそのものの紹介をします」 それぐらい私このフルーツサンド美味しいなって思ったんですって言えば、二回買ったんですって、こういうのもあったら、まあさらに良くなるかなっていうのは僕の個人的な考え方です。はい、わ、はい、かりました。じ、はい、まあ今後もたまに定期にあのこういう細かいこと、まあ昔ね YouTube 始めた頃っていうのはよくやってたんですけど、もう 今後もやっぱり福山さんの個性を大事に藤ひとりさんなんかも「個性個性」ってあるね、うん、あの言ってくれてるんで僕もそれに習ってあの福山さんの個性を伸ばすという方向にあのどんどんあのシフトしたいなって思ってるんでただあの個性を伸ばすってなってくるとあの自分の細かい聞きたいこととか人の感想先生の感想っていうのは聞けなくなるんでそれは自分から。 こういうカウンセリングを使って、相談してもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、じゃ、はい、以上です。はい、ありがとうございました。えー